はい、どうも、ティナレスです。前回に引き続き、ゼノベイドやっていきたいと思うんですけども、まあ、タイトルにある通り、今日は、いわゆる、箸休め会というか、まあ、フレンドトーク、じゃねえや、絆トークを、また消化していこうかなと。まあ、こちらのパーティー見ていただら、聞けたらわかると思うんですけど、まあ、みんないるんすよね。レックス、メレフ、ジーク、ニアちゃん、トラちゃん。で、今、ストーリー的にもちょうどいいとこかなって。特になんか起きてるわけでもないし。で、今、ストーリーを進めると、ジークの故郷に帰ることになって、まあ、おそらくそこでまた話も結構進むと思うんで、今日はちょっともう、やれる時間が1時間ちょいとかしかないんですけど、まあ可能な限りフレンドトークを消化していこうと思うんですが、その前に、まあここトラちゃんの家なんですけど、裏でやってる時になんかたまたま帰ってきたらいたんだよね、この二人が。そう、この感じキクちゃん多分治ったっていう認識でいいのかな。なんかね、縦像もなんかすごく嬉しそうだし、まあなんかこんな感じムービー入りそうな感じじゃないんだけど、ちょっと話しかけたいと思います。よっ、キクが治ったから次何するかどうか考えてるもん。ああ、結構あっさりしてんな。リラを強化すべきか、ポッピーを強化すべきか、どっちも魅力的な選択肢だもん。あ、なんか思ったより普通だな。キクちゃんは？よっ。皆さんのおかげで、キクも元通りですもん。キクかけたご迷惑、誠に申し訳ありませんもん。スピリベイで起こったことは、いろいろ残念でしたもん。リラじゃねえや。キクは一体どう謝罪をすればいいのか。心配するな。これからはまたご主人様の人工ブレードとして頑張っていきたいと思いますもん。うん、なんか思ったよりめちゃくちゃ普通だったけど、まあ治ってよかったですね。これはあれか、またどっかのタイミングで縦像帰ってきて花ちゃん強化してくれたりとかすんのかな。まあちょっと期待したいところではありますね。はい、じゃあ、早速、絆トークの冒険と行きたいと思います。まあ、せっかくゴルモットにいるんで、とりあえずゴルモットやっていけばいいのかな？あるかな、でも。あ、てか、戦艦一応まだここにいるんだね。今気づいたけど。なんかストーリーで、どこだっけ？アーゲントラムじゃなくて、ほらあれだよ。もう名前が全然できねえんだよな、相変わらず。インドールじゃなくて、アーキディアだ。そうそうそう。アーキディアにさ、会食するために行ってたから、そっちにいいのかなと思ったんだけど。じゃあ次はアーケンドラム見ていきましょうかね。ここもないようだ。あれや？あ、あった。そう、どっかにあったの分かってた。ここだね。うん、まあだから特にそんなにめちゃくちゃ大きいことはないと思います。さあ急ぎましょう。前回の絆トークのあれ見ていただけた方だったらわかると思うんですけど、なんかニコッとかクスッとかなる感じのストーリーが多いんだよね。めちゃくちゃ特になんか起こるわけではないけど、やりたいと思います。カグツチ、そこのお店で面白いものを見つけたんですけど。またこの二人の絡みか。面白いもの？はい、これなんです。なんだそれは？何、ものすごくグロテスクだけれど。いや、そう言われても何も乗ってねえんだよな。アバリティアアンコウじゃないか。アンコウか。あー、確かに見たことない人からすればそこそこグロテスクな魚ではあるな。知っているんですか、メレフ様。
この辺りでしか取れない高級食材だ。いい味をしているぞ。ああ、食ったことあんだね。このモンスターのような魚を食べるのですか？なんかカグツチはさ、なんか喋り方とか的にさ、もうちょい堅物かなって当初思ってたんだけど、前回の絆トークも今回もね、なんかね、意外とお茶目なんだよね、この人。見た目はあれですけど、本当に美味しいらしいですよ。せっかくなので何か料理を作りたいんですけど、調理法を知らなくって。まあ、アンコウといえば鍋だよな。メレフさん、ご存知なら教えてくれませんか？あ、そういえばなんか誰かがメレフの料理食えたらいいですね的なこと言ってたよな、前回。お前料理できんのか、メレフ。あ、メレフだ。へえ。いや、料理しているところ見たことないから何とも言えないんだけど、この選択肢次第でね。まあ前作もそうだったんだけど、今作だとそんなに分かりやすくはないんだけど、正解がいるくさいんだよね。で、その正解を引くとなんか絆レベルが上がるというか、今装備してるブレイドの絆が上がったりするのかな？なんかそんな感じがしたんだよね。だからここは普通に、まあ頼まれてるぐらいだし、ホムラの要望通りやってあげようかな。これあれですね、私はそんなに料理は得意ではないのだが、ってのと、よかろう、やろう。だね。よかろうでいきたいと思います。メルフ様、本当に大丈夫なんですか？あれ？ああ、心配するな。では、まずは魚をさばきましょうか。え？あ、やったことねえのかよ。この感じはやったことねえな。どうしました？いいじゃねえよ。さばくって、これをか？そうですよ。このままじゃ料理できませんから。あー、なんか軍人っぽくあれなのかな、武骨にもう全部波にぶち込んでみたいな料理しかしたことないのかな。わかった、何事も挑戦だ。やってみよう。メルフ様、頑張ってください。あー、ちょっと面白いな。できたのか、カグツチ。あれ、何でしょう。こいつの頭を押さえてくれ。触りたくないんだ。え、私はちょっと触るのは。二人ともダメなんだな。解釈の際にこっちを見られるとやりづらいのだ。あ、そういうあれなのね、心境なのね。頼む、五章だ。こいつの目を見せないようにしてくれ。あ、これも面白いな。本当に頼むからよっていう時に英語って Oh for the love of God なんちゃらかんちゃらって言うんだよね。けどこの世界だと神は神じゃなくてアーキテクトだから、 Oh for the love of architect って言ってますね。ちょっと面白い役だ。わかりました。たかが魚ごときに遅れを取るわけにはいきません。そうだよ、別に普段からもっとグロテスクな化け物と戦ってんだろ。どうした？なんだなんだ。目が合いました。これはまだ生きてる。何をしてんだこの人たちは。まさか、ならば攻撃される前に仕留めるぞ。それで切るの？口が開きました。おう、メレフ様、敵は私たちを食べるつもりです。敵ね、早くとどめを。行くぞ、総援拳。ちょっと待って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 、もう砂漠じゃないじゃん、燃やしてんじゃん。ちょっと待って、そんなことしたら食材が。ああ。どうだ、カブツチ。さすがメレフ様です。敵は姿形もなくなりました。ああ。討伐完了だ。灰にしただけじゃねえか。もう何してるんですか。食べるところがなくなっちゃったじゃないですか。な。ああ、面白かったな。ああ、下手なんだな、じゃあ。だったらあれかな、いや、私は料理をちょっと、みたいな方が良かったのかな。絆トーク、シェフ、メレフ、コンプリート。あー、やっぱいいよね。あ、でもなんか増えたっぽいな。なんだ、何が増えたんだ。ちょっと光一回引
込んでもらって、もっと役に立つことができるかな。これはあれなのかな、この絆トークン見ることによってっていうあれだったのかな。あー多分このハテナハテナハテナのやつが絆トークのやつなのかな。なんか臭いね。他のはなんかもうこのモンスター倒してきとってとか、このコンボやってきてとか、そういうのが多いんだけど。なるほどね、いいでござんしたな。じゃあ次はここはもうないのかな。もうちょっとあったような気がしたんだけどな。まあこの2つは大体カバーしたからな、前回。こっちとかに行けばもっといろいろあるかな。まずガーフォントは、あ、意外とここもねえんだな。じゃあフォンサマイマ、ここはありますね。よし、じゃあ次はここだ。なんかしばらくね、レックスを見てない気がするんだよね、絆トークとかで。思えば遠くまで来たもんや。あ、そこ思い出した、結構前からあったんだよね、そこの劇団の中にあるんだよ。これは誰が出るんだろう。なんか実は結構教養のあるジークとかがなんかいろいろ言ってくれたらちょっと面白そうだな。どうかな。本日はお集まりお前か。ありがとうございます。あ、お前がなんかね、劇を作ったってか？インビディア列王国、開戦すべきを上演いたしますも。おお、楽しみだな。貸し切ってんのか、この感じ。観客はわしらだけかの。っぽいな。あれ？ニアはどこ行ったんじゃ？ニアはいないのか。そう。ラゲルト女王、スペルビアと戦争を始めましょうも。お前も登場キャラだったか。急な話だな、右大臣よ。あ、ちょっと棒読み感がありますね。お嬢様。泣いてる。いやうまいぞ。うっさい、やりたくてやってんじゃないんだ。あご本、急ではありませんも。グーラがスペルビアに占領されてから徐々に準備をしてまいりましたも。では準備が整ったと。あー、なんか演じ分けうまいな、ニアちゃんの声優さん。ちょっと存じ上げないんだけど。依然準備は進めていますが、もうすぐにでも完了しますも。スペルビアはグーラ以外の国も征服しようとしていますも。これ以上の暴挙を許してはいけませんも。早々に開戦すべきですも。まあトラちゃんもなんだろう、めちゃくちゃうまいかと言ったらそうではないな。なんかノポン特有の喋り方があるから、それにごまかされてる感はあるけど。ふむふむもうちょっと感情込めらんないかな。そうだな、回戦しようか。待ってくださいですも。お前も来たか。何かな、左大臣。スペルビアのアルスは作物が育てられないほど不毛な大地になりつつありますも。なんかあれだな、ポッピーちゃんアルファにしてはなんか感情のこもった喋り方というか。題して我々は豊かな大地ですも。しばらく経つだけでスペルビア帝国は食糧難で滅びますも。なるほど。いやいや、待っていたらグーラのような属国を増やされますも。奴らの属国が増えればさらに強大になりますも。うん、そうしたらスペルビアのアルスが滅んだとしてもスペルビア帝国を滅ぼすのは困難ですも。なるほどね。しかし彼ら、間違えた、すべての国民を救うだけの土地や食料はまだ揃えられていませんも。グーラだけではスペルビア帝国全国民を賄いきれないからですも。うん、つまりスペルビアの弱体化を待ってからでも遅くはないはずですも。これはあれだな、なんかもうスペルビアとインビディアの戦争みたいな話だから、これは本来であればあのメインストーリーのガチで戦争になりかけた前に見るべきだったかもね。一理あるな。
数十年後かもしれないし、数百年後って可能性がありますもん。スペルビア帝国は絶対に潰しておかないといけない存在ですもん。うん、それは同意しますが、今は待つ時ですもん。戦争の準備は進行中ですが、まだ万全とは言えないはずですもん。こうなれば女王どうするか決めてほしいですもん。なんて言うにゃ女王は。私が決めるの。あ、普通に戻った。だって条約ですもん。そうだな。この今のニアちゃんとアルファちゃんもなんか役から抜け出して巣に戻ってる感じいいよね。あ、なるほど。ポッピーちゃんのもうちょっと待った方がいいですもか、トラちゃんのさっさと戦争しましょうものどっちかなんだな。まあちょっとなんだろう、メインの大筋で戦争は良くないよね的な話だから、こっちにしよっかな。しばらく耐えよう。あれ、ダメだった。二人ともセリフはどうした。ヒンビディア列王国開戦すべきの脚本はここで終わってるの。そうなの。あ、てか開戦すべきってタイトルだったか。あ、だったら違ったかな。なのでご清聴ありがとうございましたもん。あ、別に関係なくここで終わんのね。なるほどの。子供たちにこの演劇を見てもらって、インビディアがどうすべきかを考えてもらいたいんじゃな。そう、教養っていうのは必ずしも教科書通りにやればいいってもんじゃないからね。なかなかうまい方法ですね。うん、こうしてねちょっと面白い劇とかそういうのを使って今日も引きつつ考えさせたら、それはもう教え手としては勝利だよね。子供たちの間でも意見が割れそうな難しい問題だな。うん、お前もそんなに大して年齢差あると思えねえんだけどな。無理やり出演させられた上にこれで終わり。ああ。全然すっきりしないんだけど。まあね。なるほど。メレフもジークもまだ仲間になってない段階だったか。絆トーク、トーラちゃんとポッピーちゃん劇場コンプリート。これはちょっとおとなしめの回だったね。じゃあ次は、ここにはもうなさそうだね。この辺とかも一応見といて、今んとこ特に何かあるわけではない。こことか1個とか、1個とか2個とかないかな。前やったのがここだったのかな。待って、もっとあるよな。あ、そうだ、ここだ。まあ、ここちょっと絆トーク全然関係ねえんだけど、ここなんかね、見つけたんだよね。次はどこを目指しましょう。すげえ神々しいところでさ、なんかねめちゃくちゃフォーティテュードとかが必要な泉があって、そこしばらく通れなかったんだけど、そこを通ったらね、ここのなんかちょっとワオみたいな感じの美しい情景があるんですよ。で奥にね宝箱もあったんだけど、そこもね一応全部回収したんで、あ、このところにもありますね。やばい。よっと。あ、あっちだ。あ、あったあったあった。そう、めちゃくちゃでっかい宝箱あったんだよね。で、何が出てきたんだっけな。レアクリスタルとか、めちゃくちゃ出てきたのかな ?2、3個とか。そう、結構ね、そこら辺の宝箱からは綺麗に入れないような、豪華な中身でしたね。はい。まあ、そんだけなんだけど。まあ、じゃあ、ここでもないのであれば、ここはどうか。ん?なんか宝箱的なものがあるだけで、何かあるわけではないのかな?じゃあ、裏もこれだけか。あれかな?ここ以降からやってないから、ここに行けばだいぶあんのかな?スペルビア。あ、早速あるね。うん。1個、2個。
こっちはあれだよな、宿屋の温泉のとこにあるやつだから、これはちょっと一旦後にしよう。多分何かしらの形で面白いだろうから。あれかな、男連中で風呂に入る話したとかだったりするかな。前はあれだったもんね、ニアちゃんとポッピーちゃんとあと光が入ってただけだから。お嬢様、あそこに首都常備軍がいますよ。ほう、見えてるよ。苦々しい記憶が蘇るから近づきたくないな。まあね、この段階のやつはあれなのかな、まだメリフも仲間になってない感じかな。ご安心ください、お嬢様と私を捕らえたのは同じスペルビア軍でもグーラ領軍ですか。違うんですか。どうやら違うようです。へえ。アルス戦艦の牢獄でいろいろと学びましたので。へえ。帝国軍の知識は豊富になりました。あ、あんな牢屋に閉じ込められただけなのに。あ、まあそこに連れてかれる経緯もあるか。私の独房じゃ誰とも話せなかったけどな。へえ。やはりドライバーとブレイドは処遇が違ったのでしょう。なるほどね。脱出する策を練るのに飽きた時には囚人や兵士たちの会話に耳を傾けていました。ほう。他に聞いた話はないんですか。そうですね、あそこの兵は首都常備軍なのは先ほど話した通りなのですが、あちらの兵は第一親衛軍団の第二大隊なのです。ほう。え、同じじゃないのか。あの橋を渡れば高級ハーダ車です。ハーダ車ってんだね。なるほど、高級を守ってるから所属が違うんですね。はい、第一親衛軍団の上にはクレタス親衛隊がありまして。あ、クレタスって確かあれだよな、アーケディアに来たエリート集団だよな。さらにその上に特別執権官、はい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 、炎の貴公子殿がおられるわけです。へえ。その炎の貴公子、さっき魚灰にして焼いたけどな。軍は所属やら階級やら面倒そうだよな。衝突や対立はよくあるでしょうね。お、いや、なるほど。にゃあ、イーラはどうだったんだってのと、他になんかないか、白子。いや、にゃちゃんにイーラのこと聞くのはちょっと、いや、まあ知りたくはあるんだけど、非常に。いや、どうなんだ？できれば正解を引いてあげたいからな。ニアちゃんの機嫌を損ねないという意味では、白子他にはどうなのみたいな。白子のその知識というか教えたい欲を満たしつつ、ニアちゃんを傷つけないっていうのが正しいだろうから、こっちにしてみよう。白子、他に面白い話は？スペルビア軍の編成上あったあった、よし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 、10人隊と呼ばれているらしいです。へえ。兵長と兵長代理、加えて一般兵が8名所属しているそうです。ほうほうほう。そして10人隊が6個から10個集まり100人隊と呼んでいるそうです。へえ。ただし通常は8個らしいです。なるほどな。レックス、面白い話を聞かせろとおっしゃいました。え、あ、ちょっとなんか、何、なんかプレッシャーに感じちゃった？面白くなかったでしょうか。あ、気にしてる。どのあたりが？基本的には10人隊が8個集まると80人なのに、故障が100人隊ってところですよ。気にも留めなかったわ。言われてみれば白子が滑って終わり。もしかしてレックス、これが精一杯だから許してやってくれ。いや、十分面白かったよ。うんうん、普通に情報として面白かったのにさ、このなんか変なギャグを追求したせいでなんか滑って空気になるの、ちょっと本当にそう思っておられますか。あー、これはなんか失敗くせえな。白子の H コンプリート。
うわー、何も出なかった。なんか出る臭いんだよね、本来であれば。今のは白虎だったから、多分この辺りなんかあんじゃねえか。あー、なんか解放できなかったね。あったわ。On higher ground of Minmore Ardain, view the heart to heart. あ、違う、これ関係ないやつだ。あ、これはあれなのかな、見ただけで勝手に自動的に出るのかな。で、今のに関しては普通になんかその信頼度ボーナスみたいなのがもらえなかったってだけでかな。なんかそんな感じがする。このゲームはだってあれだもんね、キャラクター同士の絆っていう概念はないもんね。前作はあったけど。うん、よし、じゃあ次はこっち行くかって。あれか、ちょっとなんか行きづれえ場所だな。もうちょっとジーク関連のもの見てみたいんだけどな。だから考えられるのが、男連中の温泉の話か、その時に入ってなかった女連中ってなると、パンドリアちゃん、ホムラ、あと誰かいる？え？女の子ここにいましたっけ？うん、ホムラ、あ、あとメレフか。そこそこ。いや、メレフさんを女性扱いしないのは失礼だったな。ここの温泉は懐かしいもん。ああ、でもなんかちょっと変わったメンバーだね。初めてスペルビアで泊まった時に入ったもん。へえ。疲れが全部吹き飛ぶ。いいお湯だったよな。そうか、ここで宿泊していたのだな。わいは初めてやな。せやけど。そっか、ストーリー的には。うん？ここは混浴なんか。ああ、残念ながら違う。ああ時間帯によって男女が入れ替わるもん。はあ、なるほど。そうか、そんな仕組みか。そんな露骨に残念そうにすんなよ。お前王子だったんだからさ、その辺なんかいろいろできたんじゃねえの。残念だったな。ちょうど今は男性が入っていい時間みたいだから、ここにいるみんなで入るもん。いや、メレフいるけど。何？何？いや、ここにいるみんなは全員男だもん。裸の付き合いだもんってのと、みんなの背中流してあげるもんだな。まあ、どっちもメレフを女性扱いしてないっていう地雷踏んでるけど、こっちは絶対にダメでしょ。絶対になんか踏んでるもんね。背中流すもっていう、こういうことしてあげますよっていう体で言ってみよう。みんなの背中を流してあげるもん。てか、あなたはさ、ノポンだからさ、どうなの？ノッポンのメスが好きなんじゃないの。あー、でもあれか、ポッピーちゃんとかキクとかも人型だもんね。その代わりトラの背中も流してほしいもん。トラは仲間同士のスキンシップに憧れてたんだもん。まあレックスとジークはいいけどさ。私は遠慮させてもらおうかな。トラと一緒に入りたくないもん。いや、そういうわけではないんだ。うん、ただこっちにもいろいろと都合があってだな。もしかしてトラがノッポンだからも。ああ、トラちゃん本当に悪気はないんだな。いや違う、そうじゃないんだ。ただもっと別の事情が。あれ、トラちゃんもしかして本当にメレフが女性じゃないっていう認識。本当に、いや見たの分かってるよな、さすがに。なあメレフ、お、そんな意地を張らんと。トラのささやかな夢を叶えてやったらいいやんか。こっちは普通に下心がありそうだな。バカを言うな。貴様、面白がってるだろう。メレフ、お風呂に羽毛が浮くのを気にしてるもん。そういうことじゃないんだ、のトラちゃん。大丈夫も、トラは若いから比較的抜けにくいもん。あ、そういうのもあんだね。いや、そういう問題じゃないんだ。あ、一応膝をついて目線を合わせてくれてる。そんなことはないけど。そうではないが、メレフ、トラがかわいそうやないか。トラのことが嫌
嫌いじゃなければ背中の流し合いしてほしいもん。え、やるのか。わかった。一緒に入ろうではないか。まあ、ああまああれか、トラちゃんとだけならいいよっていう流れかな。びっくりしてる。マジか。やったもん。ただし私は服を着たまま入る。意義は認めないからな。服を着たままね、その格好で入るってか。ほんまは温泉には服を脱いで入らなあかんで。それはな、そう、わかんないんだよね、意外と外国の人ってそういうのが。あ、入浴シーンは見せてくんねえのか。ああ、いや別に服着たままでよかったから見たかったな。残念だ。背中の流しっこコンプリート。ああ別になんか、でもそっか、今回に関してはブレイド一人もいなかったもんね。なるほど、ちょっと面白いメンバーだったな。いいもん見れたわ。じゃあ次はここにもあるね。ここさ、動画にしたっけな、普通に裏でやったのかな。そう、宮殿入れてさ、ここに行くとさ、普段陛下がいるっぽい場所に行けんだよね。ただこの状態で行っても陛下はいないんだよ。いつも留守にしてんのか寝てんのかなんのか知んないけど。で確かこっちにあるって話だったな。ここはあれ、あ、思い出した思い出した、裏でやってる時にここ見つけて放置したんだ。ここはどういう話かな。お、ニアちゃんとメレフか。さすがにメレフのホームグラウンドだけあって結構メレフ関連が多いね。君の目にはそう映るか、ニア。そりゃそうだよ。だってグーラよりよっぽど技術が進んでるし、街の中に軍の施設や温泉もあるんだから。ああ。私からしてみればわざわざグーラを占領する必要なんてないように見えるけどね。まあ違う理由ではあるんだろうけど、まあ田舎は田舎に良さがあるよねっていう流れになるのかな。このスペルビアは地域柄暑い気候でな。うん。その地熱を利用した技術やサルベージで得た技術を積極的に利用することで発展してきたんだ。うん。だがアルスの寿命が終わりに近づく、地熱の温度はどんどん上昇してきている。皮肉にも地熱利用技術はますます発展を遂げたが、うん、まあでもいずれなくなるって話だよな。あ、それそかそか、それでもともとそれでゴルモットを占領したんだもんね。農作物の収穫量は減少の一途をたどっているのだ。まあそれはそうだ。アルスの寿命か。ああ、そう遠くない未来スペルビアのアルスには住めなくなるだろう。でも陛下あれだったよな、インビーディア攻撃しちゃったからそのお詫びとしてグーラー差し上げますみたいなことを言ってたけど、そうしちゃったらどうすんだろう。それを悟った元老院のお偉方は他国へ移り住むために征服戦争を仕掛けた。それでグーラーにってわけ。あ、そうだ。広いもんねゴルモット、しかも全然街になってないとことかも結構あるし。はあ、他にもいい方法があるって気づいたか。バカバカしいプライドのためにってことね。プライドの問題ではないのでは、普通にこっちじゃね。もっといい方法があったんじゃないの。まあ、どっちもちょっとなんだろう、あざけってる感じはするけど、こっちの方がまだ知性を感じる。お、例えば国のお偉いさん同士で話し合ってお互いのことをよく知って仲良くなればさ、これだ。いろいろ協力し合うことだってできるだろ。私たちだって最初は敵対してたけど、今はこうして一緒に戦う仲間じゃん。そうだね。そんな風に協力し合えれば戦争なんかしなくても済むんじゃないかなってさ。これちょっとリアルの状況よりもちょっとなんだろう、通ずるところがあるね。そうだな。世の中が君のような考えを持つ者ばかりなら争いなど起きないだろうな。そう、意外とコミュ障が多いんだよね現実って。だから諦めんのはまだ早いだろ。どういうことだ。
争いが必要ないならなくしてしまえばいいんだよ。ほう、レックスが言ってたろ、世界中に行けば争いをなくせるかもしれない。いやそれもどうなんだろうね。多分終盤一歩手前の段階でたどり着いて、そこで何かしらの真実が明かされるんだろうけど、楽園にたどり着くことができれば争う必要もないか。うん、楽園はあれだもんね、ここと違ってアルスの上に住む必要はなくて、ちゃんとしたまあ土ってよりかは木なんだろうけど、住む土台があるって話だもんね。夢物語だなんだと誰かに笑われたっていい。この世界の現状を悲観しているよりずっと前向きだろ。お前最初レックスが楽園に行きたいって言った時笑ってたけどな。確かにな。まあ成長したってことで。そのためにもエレフの力を貸してくれよ。思いっきり頼りにしてるんだからさ。ああ、帝国随一と呼ばれる私の剣、存分に振るってみせよ。なんでそのポーズは。ああでもいい話だったね。おとなしめな会話で終わったけど、我々の足の下にある土地コンプリート。今の結構好きだったな俺。よしよしよし、じゃあスペルビアのこの辺は終わったってことで、今度は地下の方とか、ここにあるね。ここもだいぶ前に見たな。あーなんかでもちょっと行きにくそうな場所だな。どこだここ、ん？あ、思い出した、スペルビアに最初に来た時にあったんだこれ。ってことは結構初期の初期って感じになってたな。ちょっと行ってみましょうか。他はないよね、今んとこはない感じだ。違う、よし、はい着きましたね。ここは初期の初期だから多分メレフもジークも出てこねえのかな。トラちゃんとレックスか。トラに冒険者としての心得を教えてほしいもん。はあ、いやレックスもあれだけどね。ああまあでもあれか、レフトヘリアからアーゲントラムまで行ってる時点でドライバーになる前から結構な冒険はしてんのか。冒険者の心得。あ、ポッピンもいる、ちいちゃんも。兄貴はトラの目標も、だから兄貴の全てを教えてほしいもん。なんでトラちゃんはこんなにレックスをリスペクトしてんだっけ。なんか結構初めからそんな感じだったけど、なんでかわかんないんだよね。トラ、いきなりどうしたんだ。レックス、もったいぶらずに話してやればよかろう。そうですもん、ご主人が真剣に頼み込むなんてめったにないことですもん。そうなの、俺知らんけど。なんなら花ちゃんとトラちゃんの付き合いよりかはレックスとトラちゃんの付き合いのが長いからね、実は。そうも、トラはいつになく真剣も。その証拠にこのまっすぐな目を見てほしいも。お前眼光ねえからわかんねえ。眼光あるか、人目がないからわかんねえんだよ。瞳孔が開いてる。夜更かししすぎじゃな。あ、今晩は早く布団に入るべきですもん。なあもうトラの疲れた目のことなんてどうでもいいもん。とにかくトラは兄貴のようになりたいもん。うん、兄貴頼むもん。俺が知ってる全部教えてやるせ。ニャーに聞いた方がいいんじゃないか。うん、まあ、ここはさすがにだろ。これまでの人生で得た極意を教えるよ。うん、普通にレックスの話が聞きてえって話したからな。ありがたいもん、すごくワクワクするもん。まあニアちゃんもブレイド説が出てるから、なんならレックスの数倍人生病んでる可能性が出てきてんだけど。いいかほら、一人前になるにはまず第一に仕事道具は大切にすること。おう、それなら大事に扱ってるもん。花を毎日ピッカピカに磨いてるもん。そうなんだね。確かに毎日きっちりとメンテナンスされてますもん。なんかちょっとグエーみたいな言い方だったけど。第二、
仲間との絆を大切にすること。うん、信頼できる仲間がいないと大きな仕事はできないからな。それは本当だな。ふむふむ、なるほども。レックスもあれだけどな、ドライバーになるまではじっちゃんしかいなかったはずだが。トラは今まで一人だったから、そこはまだまだ慣れないところも。あー、まだあれか、レックスあれだったもんね、アーゲントラムの人たちがいい関係を築いてたもんね。みんな、おーレックスじゃねえか、元気にしてっかなんかみたいな、ちょっと友好的な感じだったから、そこはレックスも結構気を使って生きてたのかな。第3が一番重要だ。ほう。それは何も。それは引き上げポイントの見極めだ。そこは参考になるかな。なるほども、それはすごく重要そうも。まあ、そもそも整備士とサルベージャーって時点で全然違うんだけどな。引き上げポイント。そうだぞ、ポイントを誤るとそれまでの準備が全て水の泡になるからな。ああ、そうなの。せっかく取れたお宝も失ってしまうかもしれない。ノーレックス、それはサルベージの心得じゃな。え、そうだけど。ちょっと待つも、どうしてサルベージャーの話になるも。だって冒険者の心得を知りたいって。冒険といえばサルベージだろ。そこらへんなんかもう根っからのサラベージャーって感じなんだな、レックスも。まあ結構やってきたからね、こっちも。トラはプレイヤーとして、ドライバーの心得が知りたいんだもん。サラベージャーは関係ないもん。ドライバーの心得やな、割とそんなに時期変わんねえからな。ドライバーになった時期はトラちゃんもレックスも。ご主人、ドライバーのことはレックスに聞いても無駄みたいですもん。レックスもまだまだじゃからな。そうだね。がっかりは。違った、これニアちゃんの方が良かった。俺はトラがサルベージャーになりたいんだと思って。そんなわけねえだろ。もういいもん、ニアに聞くもん。あー、ちょっと待ってくれよトラ、もう一回、もう一回チャンスをくれよ。仲いいな。これまでの冒険コンプリート。あー、まあちょっと面白い話ではあったね。ただなんかさっきから選択肢外しまくってる感じがすんな。じゃあ次はどこだ。ここではない、アッパーレベル、ここにおりますね。ここもあれだったな。なんだっけ、黄色いタレかなんかを探してるときに、あ、この子あるやんけって、これまた放置ってやつだ。まあ、放置ってか、さあ行きましょう。動画撮ってる時に見たいからっていうあれなんだけどね。ここの段階は確かにあーちゃんとトラちゃんだけだったはず。メレフは一応協力を頼んでる立場ではあったけど仲間ではなかったな。スペルビアは荒れ地や岩場ばかりで歩くの疲れるもん。似たようなメンバーだけど今回はホームランもいるな。ここでちょっと休もうか。やったの。トラは甘いことを言っておるの。トラはこれまで家に引きこもって花を作るのに夢中だったから長距離を歩くのは慣れてないんだもん。確かに言われてみればな、長い距離を歩くときってトラちゃんはな、長旅は疲れるもんみたいな。ニアちゃんも似たようなこと言うんだけど、ニアちゃんの場合はやっと着いたよっていう、なんだろう、船旅とかがあんまり得意ではない印象を受けるんだよね。じっちゃんみたいに飛んでるのは楽そうも。お、飛べたんすか。トラには大きな耳があるじゃろ。そう、ノパンはあれなんだよな、前作でもそうだったんだけど、腕はあるんだけど、どっちかっていうと羽を腕に使うというか。これは飛ぶためのものじゃないもん。うん、いくらパタパタ動かしても飛べないもの。一応飛べるノポンはいなかったっけか。あまりに歩くのが辛かったら白子に乗せてもらうのはどうかな。うん、リッキーってどうだっけな、飛べたっけあいつ、あのおっさん。それは明暗も。お断りします。あ、ちゃんといたわ。私はお嬢様以外の方は乗せないと誓っておりますので。そうなんだね。乗せてやれば。
お嬢様に言われてしまってはな。なんだその反応は。お嬢様、それでいいので？トラ様を乗せればいずれ花さんも乗るようになり、お嬢様が乗れなくなってしまいます。そんなことはねえだろ。なんなら花ちゃんはロボだから疲れ知らずだろ多分。そう力説されると困る。ふん、うん、やっぱりトラは乗せられないな。あらら、残念。もうホムラは大丈夫？私は大丈夫ですけど、砂ぼこりが気になるんです。ああ、嫌だよな。たまに目に入って痛い。目パッチリしてるもんね、みんな。それは花も嫌ですもん。あ、そうなんだ。関節に細かい砂が入って動かすとギシギシなりますもん。こういう細かいとこいいよね。なんかなんだろう、このストーリーとかキャラ作ってる人の頭の中のうずけるというか。帰ったらご主人にメンテをしてもらう必要がありますもん。なるほどね。兄貴、スペルディアはかなり過酷な土地で問題も多いもん。え、どうすればいいと思うもん。私に振ります。そうだな。いや、わかんねえよ。あ、サルベージャのスーツを貸してもいいぞってのと、我慢しろ。いや、ここはサルベージャのスーツでいいんじゃないか。こっちの子面白そうだし。俺のサルベージスーツを着るってのはどうかな。確かに、そうすれば目に砂ぼこりが入りません。え、ホムラ着るんすか？レックスが着てるのと同じような。予備のがあるから貸すよ。着てみれば。胸が大丈夫ですかね。で、サイズ的にニアしか着れないか。そうだな。ま、私が試してみるよ。別にお前を服似たいのもんだろそれ。これで問題が解決すれば全員分スーツを揃えればいいんだ。なるほど。え、着ます？お嬢様、意外とお似合いですね。着てる？マジ？うるさい。あ、もう別に脱げばいいじゃん、頭の部分は。レックスはサルベージするときこんな感じなんだな。うん、砂ぼこりとか気にならないだろう。そりゃな、水をね入れないためのスーツだから砂なんか入るわけないよな。ならないけど、よく見えないな。見通しが悪いよこれ。待って、別にレックスもそれ常に着てるわけじゃないからな。それに動きづらいし、戦えなくなるんじゃないですか。うん、この状態じゃ戦えないかも。兄貴のアイディア残念ながら不採用も。まあ試みとしては良かったんじゃないか。やっぱダメだったか。あ、これ面白かったね。厳しい気候コンプリート。気候ってかあれだな、場所だな。で今ので、うん、そうそう、見覚えのある名前だなと思ったら、これあれだ、白子の そう、キスナのこの力で皆さんを助けます、コンディションだったね。まあ白子ニアちゃんはしばらく使ってないんだけど、いずれまたどっかのタイミングで使ってあげたいね。よし、スペルビアこんなところか。もうないか、さすがに。よし、じゃあ次はテンペランティアだけど、ここあるかな。一応裏で勉強じゃねえや裏で冒険はしといたんだけど、あったっけな。うん、やっぱりないな。うん、見覚えがなかったもん。別にあってもいいような気はするんだけどな。あれかな、ちゃんとここに来ないと映んなかったりする。怠るなよ。さて次はどこ。ここちょっと音楽怖いんだよね。あー、でも別に来たところでって感じだな。ないっすね。ってなるとあとはレフトヘリアとインドール、じゃねえや、アーケディアだな。先にレフトヘリア行こっか。こっちのがなんかいろいろありそう。まあ、レックスの村はありますね。さすがにこれはレックスと誰かしらのやつなのでは。
で、どこじゃい？ここか。あ、思い出した。そうそう、ここの下に道があってさ。で、ここになんかさ、洞窟みたいなのがあって、この中にあったんだよね。だとしたらこれレックスじゃない可能性があるな。なんか本だから、白虎とか？レックスって、ここに住んでたんですか？あ、そうなの？いや、ここは隠れ家。ああ、というか、だよな。秘密基地みたいなもんかな。お前はよそ者だから、お前は街の中で住んじゃいけねえぞ、みたいな。そんな街じゃないもんね。めちゃくちゃいい人だったし、みんな。この先の岸壁に、じっちゃんを接岸させてもらって、二人で暮らしてたんだ。へぇ。レックスって、どんな子だったんですか？それ本人に聞きます？どんな子って言われてもな。ミアも興味ありますよね。まあな、面白そうだし。うん。子供の頃のレックスのことは、おお、そこそこ。わしが話してやろう。そう、じっちゃんが一番知ってるもんな。そうじゃな。やんちゃというか、無鉄砲な子供じゃったな。うん、それは今でもそうだけど。力もないくせに正義感が強くて、近所のいじめっ子を相手に喧嘩ばっかりしとった。なんかイメージ通りだな。そうだったかな。子供の頃から元気いっぱいだったんですね。典型的な悪ガキって感じだな。興味津々じゃな。よし、お二人にはとっておきの話をしてやろうかな。なんだね。あ、ほう、いやいや、ちょっと待ってくれと。ああ、いいよ、俺に隠すことはないし。こっちのがフラグくせえな。こっちのがなんかレックスっぽい反応だけど、こっちの方が面白そうなんで。別に大した話なんかないだろう。じいちゃんも大げさだよな。ならモンスターに襲われて怖くておもらしした話でもしようかな。もう言っちゃってんじゃん。え、いや、それはニャちゃん。おもらし別にあるだろ。別に子供の頃みんなおもらししとるわ。かっこ悪いな。くさ。ガキの頃の話だろ。今はしてないよ。じっちゃんもその話はやめてくれよ。へえ、いいじゃん、聞かせてくれよ。ダメだよ。なあ、ホームラも止めてくれよ。え、ああ、もじもじしてる。私も聞きたいか。そうなの、ホームラは好きだもんな、こういうのが。レックスの話を聞くのが。これは仲の悪いいじめっ子がモンスターに襲われた時の話でな。こう、無謀にも一人で村を飛び出して。じっちゃん、それ以上はダメだよ。なんで、別にいいじゃん。まあ、子供ながらに助けようとしたけど怖くておもらししちゃったって話でしょ。別に普通だろ、そんなの。おもらししたのがそんなに恥ずかしいのか。そこじゃないのか、もしかして。恥ずかしいだろ。ああ。ニアだって昔はしただろ。あ、あるある。覚えはあるんだ。あれ、お前ブレードじゃないの？でも、ブレードに幼少期なんかないだろ。じゃあ、別の話ならいいですよね。なんじゃ、もっと恥ずかしい話がいいのか。あ、じっちゃんとの関係性いいな。よくないよ。ホームラも何聞いてるのさ。え、だってレックスのことをいっぱい知りたいですし。そうだな、ドライバーとブレイドはお互いのことよく知っておかなきゃな。演劇の時と同じ本を読みだ。この件については知らなくてもいい。いい加減にしてくれよ。ああ、なんか心を温まる感じのやつでしたね。ああ、ちょっとタイトル読まなかったわ。なるほど、レックスの幼少期の話はこれで一旦って感じか。あれ、なんだろう、レックスはじっちゃんとどこのタイミングだったんだろうね。確か回想に出たのが、レックスのお父さんとお母さんがどっかから逃げてきて、で、レックスのお父さんは途中で死んじゃって、お母さんもここまで来れたけどその際に亡くなっちゃったって。だから、つまりじっちゃんと会ったのはその後のタイミングってことだもんな。うん、ちょっと気になりますな。で、ここは1個くらいありそうだけど、ありました。遠いなぁ。はい、見つけました。時間的にというか、まあ
個人的なあれなんですけど、時間的にここは最後になると思います。多分アーケディレにもね 2,3 個あると思うんだけど、それはまた今度の絆トーク集に持ち越したいと思います。では、花ちゃん、お、あ、なんか、ん、ホムラが花ちゃんのこと呼んだのって初めてじゃない？はいですもん。あ、あれだ、キューティーちゃんだ。なんだか不思議ですね。こんなにも見た目が違うのに、花ちゃんは花ちゃんだなんて。ちょっと中身も変わってない？なんか話し方とかはだいぶ違うけど。確かに不思議な感覚は。実はトラックが作ったのにですか？へえ。その通りも。一気に成長しすぎも。じゃあモード名で呼べばいいと思いますも。ああ、今俺やってるもんな、アルファちゃんね、キューティーちゃんって。それは妙案も。日本語だと JK ちゃんだもんね。モード名って何ですか？花の小さい姿はジェットスパークモードというのが正式名称も。そうなんだ、ジェットスパークモード。へえ、そうだったんですね。そして今の姿はジャスティスナイトモードですも。ジャスティスナイトって書いて JK なのか。明らかに意図を感じるけど、あとなんだこれ、クイな、ポッピークエサティック、クエザティック、トゥテック、トゥトゥラー、いや知らねえ、どっちもマジで一回も聞いたことない言葉だ。あんのかな本当にこんな言葉。あ、かっこいい名前ですね。この姿の時はジャスティスナイト花ちゃんと呼んでほしいですもん。ジャスティスナイト花ちゃん、呼びづらくないでしょうか。ジャスティスナイト花、間違いなくまどろっこしいもん。よく考えたら呼び分けるのが面倒すぎるもん。お前が名付けたのに。そうですもん。トラは秘密裏にさらなるモード追加を考えているもん。やっぱ来るんだ。そうだよね、今のところアルファちゃんとキューティーちゃんしかいなくて2スロットしか入ってないから、まあ、ゲーム的にはあともう一人いたらちょうどいい感じになるけどね。そうなった時には3種類を呼び分ける必要が出てきてしまうも。3つ目はどういう名前なんだろうな。ありえないくらいに億劫も。花、この一言で呼べるのが一番いいも。うん。あ、私もそう思いますってのと、花ちゃんの第3モードどういうのですか、こっちが俺は聞きたいな。さらなるモードって何ですか。よくぞ聞いてくれたもん。あ、正解っぽいのでは。その名もジャッジメントデイモードも。いや、もう言いづらいな。あ、なるほど。これ前回とかどっかの段階で話したと思うんだけど、まあ、JK ちゃんはさ、まあ、露骨に JK じゃない、現実世界でたくさんいる。で、この QT ってのがなんで QT かっていうと、そもそも JK っていうのは英語だと何の意味もない文字の羅列だよっていうので。で、QT にすると、文字だけで見れば特に意味はないんだけど、実際に発するとキューティーって可愛い子ちゃんっていう意味になるからってことなんだけど、このクワントムテクノチャンピオンパイっていうのはこれをさらに入れるとキューティーパイになるんだよね。で、キューティーパイはその可愛い子ちゃんをさらに可愛い子ちゃんにした感じで、なんて訳せばいいのかな、超可愛い子ちゃんみたいな、そういう感じになるんだよね。実際にキューティーパイっていうのは、まあちょっとなんだろう、年代上めのおばさんとかが子供に対して使ってるイメージかな、勝手な想像だけど。またかっこいい名前ですね。強そうですもん。スペルビアの温泉に左足から入るか右足から入るか悩んでる時にふと思いついた名前も。てか英語で日本語でなんて言ったっけ。由来は大したことないですもん。それで花ちゃんはどんな風に変身するんですか。見てもああ見て
そこまでは決まってないんだね。名前を決めただけで、内容はこれから考えるもん。まあまあ大事だよ。まだまだ先の話になりそうですもん。そんなことないもん。常日頃からアイディアを貯めていれば、完成形はある時急にモモモーっと湧き上がってくるものも。そういうところあるよね、創作って。発明家とはそういうものも。本当にそういうものですもん。ひらめいたらトラの家に戻ってパワーアップしてあげるから信じて待つもん。ほう、どっかのタイミングでイベントが入るのかな。じゃあわかりましたもん。あまり期待せずに待ちますもん。ふん、全然信じてないもん。ふふふ、姿が変わってもやっぱり花ちゃんは花ちゃんですね。そうだね、ちょっとなんか小生意気な、無邪気に小生意気な感じはアルファちゃんもキューティーちゃんも一緒だね。ああ終わった。成長コンプリート。あ、よろしゅうございましたね。うん、じゃあ今日はこんなとこですかね。まあ、ちょっとさっきも言ったけど最後まで回りきれなかったけど、それはまた次回やりたいと思いますのでよろしくお願いします。じゃあちょっと最後にターキンとツーショット撮って終わりたいと思います。お、いいね、貫禄あるよこのターキン。はい、まあ、ということでどうもご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。